どうも、黒さんです。今日はコンプレックスを克服する3つの方法についてお話ししていきます。あの、誰でもコンプレックスって持ってますよね。ああ、自分顔に自信ないな。ああ、自分ずっと恋人がおらんな。ああ、自分能力。何が得意分野なんかわからんな。 うーんなんか悩むなっていうコンプレックスって誰でも持ってますよね。で、僕もすごくこうコンプレックスを持ってたものがあって、僕はこの自分の顔と自分の声がずっとコンプレックスだったんですよ。あの、男の子にしては僕すごくこう動顔で、男の子にしてはこの声がめっちゃ高い、女の子みたいな声っていうのがすごくずっとコンプレックスだったんですね。で、 まあ、顔とかもよく20代の頃、可愛いって言われることが多かったし、あの、なんか電話で言った時も、なんか、あ、もしもしって言うと、奥さんですかって言われることがすごい多かったんですよ。で、いや、奥さんじゃありませんって、いや、僕下の名前スケって言うんですけど、黒川圭ケですって言ったら、その電話先の人が、あ、ケイコさんですねって言われて、いや、もうそれ何でもありじゃねえかってちょっと思いながら、その、僕声に、 電話とかでこう喋ると「ういう奥さんですか?」って言われることが多かったし20代の頃は顔可愛いって言われて「うん男の子なのに可愛いって言われたり「女の子みたいだね奥さん」 ですかって言われるのにすごい僕コンプレックスだったんですねで。そんな僕がコンプレックスを克服した方法を今回3つご紹介していきます。じゃあ早速コンプレックスを克服する方法1つ目は自分を受け入れる。あの、僕たちは普段いろんな人と出会ってますよね。まあ家族から始まって、まあよ、保育園、幼稚園の人たちとか小学生、中学生、高校生で大人になった交流関係が広がっていろんな人と会いますよね。で、僕たちは一度 きりの人生の中でいろんな人と出会っていくんですけど結局一番長く付き合っていかんといけんのは自分自身なんですよ朝起きた時もご飯を食べてる時もどっか出かけてる時も楽しいことをしている時も夜疲れている時悩んでいる時寝る時もずっと自分自身と向き合っていかないといけないんですねで一生自分自身とは付き合っていくことになるのでまずはありのままの自分を受け入れるっていうことをやってくださいでこの受け入れるっていうのはコンプレックス もうすべて受け入れること。あの、僕は先ほど自分の顔と声がコンプレックスと言いました。 これは20代の頃ずっとコンプレックスだったんですけど、一回ちょっと受け入れてみようって思ったんですよ。もうそんな自分も好きになるということですね。で、男の子にしては動画のフェイスと、まあこの声が高い。で、僕末っ子なので、結構なんかこう甘え口調で喋るっていうところもあるので、こう甘えて言ってしまうっていうのが僕無意識にやっとることで、これまあ人から言われて気づいたんですけど、なんかこう甘えて僕喋る癖っていうのもあるらしくて、もうそういうのも全部受け入れて 入れようって思ってそのコンプレックス もう、含めて自分を受け入れるっていうのをまずしてみてください。でこれはなんでかというと、自分の嫌なとことか、まあ自分の心の影っていうのを見て見ぬふりするっていうのもいいんですけど、いつかは向き合うことになるので必ず。まあ自分の100%の力を出すんであれば、やっぱり自分のことをしっかり知った上で、自分の得意分野とか苦手なことを知って、あの、この分野で一生懸命やっていくとか、私はこれを向いてるし、これがやりたいから、 こっちに一生懸命力を注いでいくってなるとやっぱり自分自身を受け入れて自分のことを知ってもう最大限のパフォーマンスを発揮していくもうこれがベストなのでそのためにはまずは自分を受け入れるということをやってほしいんですよなのでまずは自分のコンプレックスという事実を客観的に整理してみてくださいでそしたらそれをいい悪いじゃなく一旦受け入れるこれまずやってくださいじゃあ次にコンプレックスを克服する3つの方法の2つ目他人と比較せず自分の基準を持つ あのそもそもコンプレックスが生生ままれれるるる原因ってていうのは何かかと比較してるから生まれるんですよ例えば「ああ私あの子とあの子の顔と比べて私は不細工だな」とか「俺あの人と比べて全然仕事ができんな」「自分ってダメだな仕事できんな」って何かと比較するからコンプレックスっていうのは生まれるんですよ。 先ほどの僕の例もそうですね。男の子にしては、周りの男の人と比べては、僕は童顔だなって、これ周りと比較してるから、そのコンプレックスが生まれるんですよ。で、他人と比べることは必ずしも悪いことではありません。例えば、ライバルができて、俺はあいつのああいうところに負けたくないから、あいつよりも俺は頑張るっていう、そういう他人と比較することは僕はいいことだと思います。けど、あの人と比べて自分はこうだとか、この人より私は劣ってるなっていうのはもう考える必要 ないですだって一人一人違うし一人一人いいところは必ずあるんですよでその人と比較してる時点でその他人軸で物事を考えていかないといけないのでそう一生終わりませんそれはなのでまずは他人と比較することをやめて一つ一つ私だったらこう思うなっていうのを何か考えてください例えば雨が降ったとします 私って雨に対してどう思ってるかなっていうこうちょっと自分の基準を考えること例えばあ私そういえば晴れも好きだけど雨のちょっとしたこうなんか水の匂いとか香りが好きだなってちょっとこう気温が低くなってこうなんか体温が下がる感じとかちょっとこう風がちょっと吹いてるこの雨の日が好きだなっていう何かしら自分の基準を持つことをしてください で、これは正解不正解はないし、考えることが大切なので、他人と比較せず、自分の基準を持つっていうことをやってください。これだけで全然自分の見える世界っていうのは変わってくるので、どうか他人と比較せず、自分の考え、思いっていうのを大切にしてみてください。じゃあ最後のコンプレックスを克服する3つの方法の3つ目、克服のための正しい努力をする。コンプレックスは持っとってもえ,えんかもしれないですけど、そのままにしておくのはすごく僕はもっと ないいと思います例えば僕は顔と声がコンプレックスって言ったんですけどもう一個もっとコンプレックスを持ってたものがあるんですよそれは何かというと学歴コンプレックスですまあ僕別動画でも色々お話しさせてもらってるんですけど僕は中学2年生からまあいじめにあって不登校にあったんですねでその時は本当に勉強ができんで,でテストがもうほぼ0点でしたで クラスメイトからはお前がクラスの平均点下げとんじゃとか言われたり先生からはお前もっと勉強しろって言われてもうその学歴がないっていうコンプレックスにもう包まれたんですよ。でああ学歴がねえなあってもう頭悪いなっていうそのコンプレックスにそう苛まれてだからこそ僕はその勉強ができないとかなんか立 理解力が僕はなかったんで、それを克服しようと思って僕は読書を始めたんですね。で、そのま、読書っていうのはまあ勉強の一つで、まあいろんな本を読む中で、あ、こうやっていけばいいんだとか、あ、読書をする中で、こう、あ、こういうことを知識に変えて、こう人に伝えたらいいんだって僕はその学歴コンプレックスを わからないなりに勉強して知識や経験に身につけていったんですよ。コンプレックスってなんか誰よりもあの辛い気持ちとか悩んだ経験がある人が多いと思うんですよ。ああ、私自信がないな。あの子と比べて顔があって。で、その辛い気持ちや悩んでる経験があるということは同じその経験をしてる人の気持ちがわかるということですよね。で、じゃあそのうまくいかなかった経験 をををううままくくすするにはどししししたらいいいいかなってて正しい努力をしていくことをお勧めします例えばあ私あの子に比べて顔がイマイチだなってコンプレックスを抱えてるのであればその明るい性格になってみるとか表情を豊かにしてみるとか自分に合った正しい努力をしてみてください。であの外見も確かに大切なんですけどやっぱり中身人格になります人っていうのは。 で自分が何かコンプレックスを持ってるということは、その悩みが分かったり、辛い気持ちっていうのが分かるから、それを逆に活かして武器に変えていくことをお勧めします。それは僕も東大出身でいろんなノウハウを喋ってますって言ったらさらに説得力があるんかもしれないですけど、勉強なんかしたこともなく、もう中学で勉強はリタイアしたやつがずっとこうノウハウを喋ってると、その、まあ、何かを活かせてこう表現ができてるんだなとか、 何かこの人はこう悩んだ経験があるけど今しっかり前を向いてるなとかそういった他人からの評価いい評価ももらえることも多いのでぜひコンプレックスはコンプレックスで終わらさずそこから何か武器自分の活かせるものはないかなって正しい努力に変えていくことをしてくださいコンプレックスを持ってたらまずそのコンプレックスを受け入れるで次に他人と比較せず自分の基準を持つでコンプレックスを克服するための正しい努力をするぜひこの3つをしてみてください あと僕に何か質問や話してほしいテーマなどがありましたらどんどんコメントください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。